皆さん聞こえますかね、週刊ファミ通のデデオです。ここからの時間は、バンダイナムコエンターテインメントさんから2019年1月17日に発売予定のエースコンバットスカイズアン、エースコンバット7スカイズアンノウンです。で対応機種は、まずプレイステーション4、そして XBOX1、 そして PC、 その3つだそして、今回はそのブランドディレクターの河野和時さん、そしてプロデューサーの下本学さんに来ていただきました。まずは自己紹介をお願いします。はい、皆さんこんにちはエースコンバットシリーズブランドディレクターの河野です。はい、プロデューサーの下本です。よろしくお願いします。はい、お願いします。いや、もう TGS 2日目になりましたけども、はい、初日すごいですね。なんかいろいろ映像とかも出されて ありがとうございます、そうだったんですか。そうですもうもうみんな盛り上がってますよ。盛り上がってます、ありがとうございます。昨日ちょっとこっそり空いてる時間30分ぐらいあったんで、はい、こっそり試遊しに行こうかなと思ったらもう1時間待ちとかあってて、もう無理でした。今日は今2時間待ちということで。2時間待ち、はい、もうまだビジネスデーですよね。皆さん、ね、皆さんお仕事で来てるはずなのに何してんすかね。明日明後日怖いですよねそうですね、明日明後日もう一般日来られる方はもうぜひね朝一からもう、まあ、走らないでダッシュしてね、はいはい、行ってくださいねという感じで、はい、はい、まあこんな感じで、まあ、VR もねこの間ちょっと取材でやらせていただいたんですけど、どうでした。いや、もう早くもっとやりたいです。もっとやりたいです、もう、なんだろう、新しいミッションをやらせていただいて、はい、すごいめちゃめちゃ攻撃されてる中、はい、飛び立つところとか、はい、もうなんかすごい声が出っ放ししたね。うわーとか早く飛びたいみたいな感じで、ずっと叫んでましたよね。そうだったんですよ。もうそんだけすごいんで、まあというわけで、そろそろゲームの説明をしていただきたいと思うんですけども、はい、はい、エースコマット7スカイズアンノーンです、はい、今スライド出てますね、はい、ですね、お待たせしましたがエースコマットシリーズ20周年記念作品として、もう22年目ぐらいですか。まあその辺は大丈夫です、はいはい、12年の歳月を経て待望のナンバリング最新作がついに登場となってます。はい、でゲームの概要なんですけど、これいつも、まあ、エースコンバットはズバリこういうことであるっていうのを伝えてるんですが、エースパイロットになってリアルなグラフィックの空間を360度自由に飛び回る爽快感とともに、自分の判断でですね次々に敵を定めて、はい、撃墜破壊していくっていう快感を得ながら、まあ、難しい南極、勇ましい勇者、はい、はい、難しい難局を勝ち抜いていく達成感を得られるフライトシューティングゲームになってます。なるほど、はい、そしてエースコマット7ですが、空の革新というテーマで今日まで作ってきました。はい、画面出てますかね、はい、自然現象の美しさ、壮大さ、迫力を体感していただける内容になっております。この後ですね、実際実機で見ていただくと分かりやすいと思いますので、そちらの方でご確認いただきたいと思います。はい、そして、環境の進化ということで、この雲があることによってですね、今までの空とは違ったゲーム性というものになっております。何が違うの。はい、まずですね、雲があることによって見た目が違います雲の中を飛ぶとどうなるんですか。雲の中飛ぶとですね、なんと今回キャノピーとかに水滴がついたりですとか、あと悪天候な状況で飛び続けるとアイシングと呼ばれるキャノピーが凍る現象ですね。分かった、次行こう。はいこれも実際後ほど見ていただければと思います。はい、はい、そして、戦術の拡張というところで、まあ、今回、フレアも入っておりますし、それ以外にもですね、近未来兵器としてレーザーやレールガンなども入れておりますので、こちらもお楽しみいただきたいと思います。はい、入れろといった本人がもう忘れてるという。はい、次行こう。はい、次行きます。はい、はい、もうとんでも兵器ですね。はい、そしてもう映像でたびたび出ておりますが、こちらアーセナルバードと呼ばれる超巨大兵器ですね。まあ、こういったエースコンバットシリーズらしい超兵器との戦いも、ナンバリングとして入れておりますので、お楽しみいただきたいと思います。そして、はい、今回魅力的な物語というところで、
片渕砂男監督に、再び脚本を手掛けていただきました、はい、片渕監督いいですね。大変でしたね。はい、はい、でこちらの方もですね、もうすでにトレーラーの方からストーリーの方、ある程度ね予想していただいているお客様も多いかと思いますが、河野がいつも言ってるように、ミスリード仕込まれておりますので、はい、ぜひ仕込んでますからね。トレーラー見てあこういう話なんだって思ってたらなんかちょっと違ったりするんですか。違ったりしますので、なんかそういう話になってますけどね。はい、なるほど。片渕監督は23日のステージも来ていただけるので、はい、そうですね、楽しみですね、はい、もう絶対行きます。はい、というわけで、まあ、そんなゲームなんですけども、ちょっと早速実機プレイを、はい、はい、お願いします。お届けしたいと思うんですが、僕が操作するんで大丈夫ですね。はい、はい、大丈夫です、もちろんです、はい、やったー。というわけでじゃあ早速プロエースコンバッターですよね。はい、はい、ちなみに今回の、はい、今回のデデモさん無理やりいじらないですまあ今回はプレイさせていただけるこのロームはどんな感じの内容なんでしょうか。はい、こちら今回の東京ゲームショーでバンダイナムコエンターテイメントブースで、今、遊ぶことのできる私有台のロムとなっております。はい、明日明後日と、会場来ていただければ、はい、同じものを遊んでいただけますので、はい、はいはい、ではじゃあ早速画面の方そうです、まず今日本語音声日本語字幕にしてます。で操作をスタンダードエキスパートどちらですか。まあ当然エキスパートですね。はい、初心者向けと、はい、はい、上級者というかシリーズを今まで遊んできて、まあでも初心者もこれエキスパートでもいいと思うんですけどね。わかりました。じゃあもう、はい、で、はい、で今回はこの今回ですね2つのミッション遊んでいただくことできますが、まずは東京ゲームショーで初公開となる、はい、ファーストコンタクト。マジですか。ファーストコンタクト、はい、07こちらの方を選んでいただきたいと思います。ファーストコンタクトをファーストコンタクトしますね。面白いです。はい、すいません無慈悲な摂理日本語ではそうです。はい、というわけでちょっとブリーフィングみたいですね。を有効に利用した功績により召喚は軍功を賜る。一方で諸君らの中に命令に対するものがあれば独房が待っている。スペアパイそれを忘れないことだ。不満を述べる自由すら諸君らは囚人となる身を選んだ時に自ら捨て去ったのだ。さて諸君らの有効利用、エルジア領内への強行偵察を実施中のロシア空軍所属部隊がある。あ、だが事情により機関ルートが変更されることになる。かなりの無茶ぶりですよこれ。いや直線ルートになりましたけど。そうですね、ここは皆さん捨て駒になっていただいてるんで、あスペア隊はやっぱ代わりはいくらでもいるみたいな。代わりはいくらでもいるんで、すでにかっこいいってコメントありますけど、かっこいいですねこれ。このブリーフィングかっこいいよね。かっこいいですね、まあ、テンション上がってきますよこれ。囚人ということで何らかの罪を背負っておりますので。そうなの。はい、そうです、そういう設定です。今日もデデオさんその意識で飛んでいただきたいと思います。はい、頑張ります。デデオさんはどういう罪を背負ったのそれ僕から言うのも失礼だと思う。じゃあ僕何本線くらいですかね5本線くらいあるんですか。そうですね、罪を数えろみたいな感じだった。じゃあ罪を償っていただきます。はい、でここであこれが、はい、敵の情報を知ることができます、ね、はい、こうやって地形が分かりますね。丸ボタンが、はい、連続で敵の勢力を知ることができます。ね、X サムっていうちょっと普通のサムより強い敵が出てきます。おお、なるほど。という感じで、はい、この作戦を確認して進んでいただけるって感じですね。はい、じゃあスタートミッションを押してください。はい、はい、今回ですね遊んでいただける機体3種類用意しております。 F2 と F14 トムキャットと F35C、はい、どれ機体どれでいきましょうかね。どれでいきましょうか。やっぱですね、四角ボタンで機体じっくり見ていただくことも可能なので、バンガーメニューが皆さんの、あ今ちょっと F2 って書いてあるんで F2 見てみましょうかね。はい、はい、これカメラも寄ったりですとか、まあ、ぐるぐる回すことで、おあ3本線入ってる。3本線入ってます、ね、そうですよ、ね、おで、L2 これズームとかもできますね。そうですね、ズームして、まあ、好きな角度から十分見ていただけるっていう風になってます。このギア周りなんかもこだわって作ってますので。そうですね、
明日明後日来られる方、あの私有台で見ていただきたいんですけど、これをずっと見ていると私有台終わってしまいますんで、ほどほどにミッションの方にも行っていただきたいと思います。今日は放送なので大丈夫なので、はいはいはい、というわけでいいですね、オーシアナイブル。じゃあ F ちゃん、このまま F2 で行きましょうかね。はいはい、あ、ちなみにちょっとあの右の方にいろいろ表示があるんですけど、それ毎回聞いてますよねそうですね、はい、言えません、はい、言えませんか、はい、ここでも四角ボタンを押すことで、はい、今度はミサイルを360度見れると。なるほど、これいいよね、ミサイル越しの戦闘機とかかっこいいよね。かっこいいですね、あのロマンあふれる作りになっております。この角度いいですよね、マッサージ機みたいな、なんなん、はい、はい、あ、いいですね、ちょっとこれどれ選ぼうかな今回対地攻撃があるんですよね、はい、ロケランですね、ロケラン、あ、いや、ここは対地攻撃はどうでしょう、対地攻撃もありますね、対地攻撃あるので、まあ、ロケランでもいいですし、はい、まあ、エースコバットのブリーフィングって大体騙されるんですよね。そうですね、はい、まあロケランってね、まあ、僕知ってますけどね、当てるの大変なんですよね。あ、そうです。じゃあもうこれ振りだということで選びましょう、はい、じゃあ出撃をお願いします。はい、じゃあ出撃します。機体の準備が整った、ナビ信号を許可する。かっこいい、コメントで空対空ロケランって書かれてますよ。おえ、あの決められるかどうか分かりませんが、空対空ロケラン、まあ、空にも飛びますからねそれ決めたらかっこいいよ、もう機関砲、機関砲打った方が早いんじゃないかというねあれもありますけど、はい、ミッション7の説明を下本がします。はい、今回ですね、あの味方の撤退支援のためにですね、まず地上の施設、こちらの破壊の方を命じられておりますので、まずは雲の下に入っていってください。ここあれだよね、キャンペーン中で一番雲が多いよね。そうですね、あとあの見ていただくと分かると思うんですけど、こちらの非常に特殊な地形なんですね。スキマニア、クグロフの方が喜ぶようないろんなところにくぐるものを用意しておりますので、だいたい岩肌の後ろ側にこういやらしく配置してます、はい、まずはあれですよね、ターゲット、赤い目印のターゲットを潰していくて、はい、はい、そうですね、TGT と書かれているものが、ミッションを進めるためのターゲットとなっております。はい、今ロックオンしましたね、ミサイルを発射して、はい、あ、1つ目破壊しました、はい、じゃあちょっとこのままぐるりぐるりと回って、そうですね、真下に残ってますね、急上昇して直滑降で攻撃とかが格好いいと思う。じゃあじゃあ、意外と急上昇が足んなかった。ここで難所なんですよ、序盤の。ここあれだよね、割と壁になる。壁になると思いますね。いきなり壁ですか。かっこいい、はい。これで落とすとかっこいいですよ。さあ、いけるか。怖い怖い、あ、そんなめちゃくちゃちょ、よく見えましたでしょうか。ちょっとね、着弾する前にカメラビビって戻しちゃいましたけど、あのミサイル発射ボタンを押し続けますとカメラがミサイルを追うというミサイルチェイスカメラ入れておりますので、あの見せプレイなんかにはもってこいですね。ここで見せプレイするのすごいよ。すごいですね、命知らずの、はい、さすが懲罰部隊で、ね、死んでもいい、まあ命知らずのエトランゼみたいな感じですからね。よいしょ、あ、先にあいつかな。いやー、それはあのですね、コンテナが破線の時は障害物の裏にいますので、回り込んでいただくといけるかな。ミスった、あ、ありがとうございました。一発目やばいと思ったんで、はい、はい、あと下本伝えることあるよね。そうですね、右スティック押し込んでいただいていいですか。はい、3種類、視点切り替えができます。これコックピットですね。これコックピットですね。ちゃんとね、下覗けますね。何も見えねえ、はい、雨降ってますねあー、これどこ飛んでんので、これが、三人称視点ですね、はい、戦闘機の形で思わず雲の外出ちゃいましたけど。そうですね、太陽を目指せばなんとかなります、はい、で、マップ切り替えがこれタッチパッド左で、
はい、そうですね、はい、はい、TGT 目指して飛んでいただきたいと思います。はい、全然逆、あ、はい、これから向かうところです。はい、そうですね。で、上下分かんなくなったらこれ、あ、オートパイロットあるんですか。そうですね、はい、L1、R1 同乗してこうやって水平方向に乗ります。上下分かんなかったらこれですね。はい、これで初心者も安心みたいな感じですね。じゃあちょっと飛んでってみましょうかね。そうですね、ちょっとあえて雲の中ですか。怖怖いですけど、まあ、雲の下まで行っちゃいますかね。そうですね、下に抜けちゃうのも手です。はい、で今回と実は雲だけじゃなくて気流という要素もゲームの方に入れております。気流、はい、気流、あの情報はたくさん出してるんですけども気流というものも入れております。ほう、で雲の近く飛びますと気流吹いてますので、はい、機体が流されたりするんですね。はい、ってなるとこの後多分デデオさんが流されちゃうんじゃないかなと。あ、流されると流されるとあの生放送なのに、墜落と最悪の結果が待ってますので、はい、ちょっと頑張っていただきたいなと。マジですか、ちょっと気をつけないと。これ点滅してるから、これ山の崖の向こうですね。崖の向こうですね。破線の場合は手前に遮蔽物があるっていうことです。これはまだ当たらない。いや大丈夫です。いきますよ。よし、あと一つ残ってますね。はい、え、あ、まだ残ってますね。あ、はい、うまいですね。慣れてますよね、ソフィアさん。安心してみてはい。さあ、そして、TGT 最後の2つですね。雷鳴ってますけどね、向こう。はい、あの今、あ、その辺もちょっと後で行ってますかね。はい、そうですね。はい、ああ危ない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 、流される流される。今めっちゃ気流が吹いてます。そうなんです。ちょっとやばい時は上に逃げるとかね。そうですね、あの自然現象も敵だっていうことがよくわかると思います。よいしょ、やばい時はこの上から行けば行けるみたいな。かっこいいです。ただ突っ込んだはいいけど、でもここ気流ありますよ。やべ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 、あーやった、起きてしまった。思い切り流されました今、まあ、あのだいぶ暗示かけたからピンしちゃいましたねそうなるように、そうなるように。じゃあちょっとリベンジでいいですか。リベンジですね、はい、チェックポイントで、はい、直線く、あ、今回あれなんですね、直前からやり直せる。直前とは限らないです。ある程度は霧のいいところでチェックポイントに戻される。チェックポイントからやり直せるわけですね。はい、じゃあ今度はね、今度はさっき失敗したので、質問は許可しない。これはド頭に戻ってる。そうですね、これはミッションの最初から戻りましたので。じゃあちょっと今回サクサク、おっと、じゃあデビューさんをいじらずに、あの本気でやって本気でやってもらった方がいいですね。はい、次は見せ所なんで、そこまで行きたいです。わかりました、そこまで行っちゃいますめっちゃプレッシャーかけてますサイクロプス1、こちらバンドック、予定時間までには終わらせる。はい、わかりました、まあ頑張っていただくしかないと。はいはい、ここのイヤハダ本当すごいよね。雨に濡れて照り返しまでね。そうですね、はい、今回この見ていただくと分かる通り、あの非常に空気感こだわって作っておりますので、はい。さて、いやー怖かった。時間、私有台のロムの時間が終わってしまった。あ、なるほど、はい。途中死んでましたからね。そうですね、残念です。はい、ちょっとね、はい、この非常に残念です。ね、あの、ま、財政背負ってもらいます。またね、一本で、ね、線が増えちゃいました。はい、ちなみにあの後ですね、はい、空の戦いが待ってますので、ドッグファイトが待っていて、かつ雷の中だよね。はい、はい、じゃあもう一回、どうします、もう一回チャレンジされますか。もう一回ならいってますかね。はい、じゃあ今度こそドッグファイトまでいけるかというところ。じゃあ行ってみましょう。さ、今度サクサク空に強そうなのでいきますよ。じゃあそうですね、ぜひドッグファイトを視聴している方、はい、に見ていただきたいですよね。はい、デデオさんにプレッシャーをかけるわけじゃないですけどよし、じゃあ行ってみますね。
じゃあちょっとここ飛ばしちゃいますね。はい、はい、諸君らのような犯罪者を有効に。これでも僕もよく生放送でプレイするんですけど、墜落っていう要素があるこのゲームでミスれないっていう生放送めちゃくちゃ緊張するんですよ。 あれだよ、この間の生放送で墜落した時に、それ触れないでもらっていいですか。俺のツイッターにいっぱい下本は懲罰部隊送りだって来てて、すいませんでした本当に。はい、じゃあ今回すぐ出撃してもらいたいと思います。はい、ちょっと行きましょう。 8GM にしてもらえばよかったね。今回は X35 ライトニング2ですね。そうだよね、あれダサかったですよね。わかりますわかります。コメントでダサかったって言われちゃってます。くぐれなかった下本って言われてます。スペア隊救を要するミッションだ。はい、こんな感じです。ちょっと近代的ですね。複雑な地形の中に配備されている上に雲も多い、雷雲まで近づいているとのことだ。運がないなお前ら。あ、 8GM ですね。はい、じゃあこれでサクサク言っちゃいましょう。していただいて、はい、質問は許可しない。第444航空基地飛行隊、こちらサイクロプス1。下本解説して、はい、そうですね。じゃあ明日からここを遊びに来られるお客様にとっておすすめの、はい、ポイントをご紹介したいと思います。はい、まずですね、序盤、まあとにかく対空戦に行っていただきたいので、うん、まず TGT だけ狙っていっていただきたいと思います。はい、TGT だけを、 TGT だけをとにかく。おすすめの兵装は、おすすめの兵装は、今選択している 8AGM ですね。それは何ですか。はい、対地攻撃に特化しているミサイルでして、同時に8発もミサイルを撃つことができますので、サクサクと地上の敵を倒していただくことができます。ほう、それは、はい、おそらくデデオさんもこれでクリアできるんじゃないかと。他に気をつけることはありますか。はい、気をつけていただきたいのは、今回ちょっと私有台ということで時間限られていますので、加速して敵に近づいて、はい、一旦上昇して反転してからの対地攻撃っていうのが一番、ね、ちょっと何言ってるか分からないですね。今やってますね。デロさん、これですね、この動き。あ、なるほどね。上からのアプローチだと途中で障害物に邪魔されませんので、ただ地面に激突しないように早めに機種を上げていただく必要があります。わかりやすい、デデオさんとシンクロしてる。デデオさん、そのプレイでお願いします。あれだよね、急いだ方がいいのは、はい、制限時間内に次のフェーズまで行くから、ね、ここもうちょっと次のフェーズの話しちゃいますけれども、はい、次に進むとなんと嵐の中でドッグファイトができるという。嵐の中でドッグファイトっていう、ドッグファイト一応パワーワードだと思ってるんですけど、嵐の中でドッグファイト全然来ないです。全然来ないですか。嵐の中のドッグファイトをぜひ体験していただきたく。ほう、なのでここはまずサクサク攻略を急いでいただきたいですね。嵐の中のドッグファイトって何が起こるんですか。はい、なんかデデオさん喋ってって、デデオさん喋ってって感じてます。じゃあとりあえずちょっと雲の中を突きながら、ちょっと地上、ただ今デデオさん喋ると多分また墜落しちゃうと思うんですよ。なのでデデオさんを喋らないでいいように僕らが間をつなげて、間をつなげましょうか。すいません、なんか逆ですよね。そうですね、もうデデオさんゲスト扱いです。いいですね、今 8AGM で次々と倒していってますので、とりあえず惜しみなく使っていく、はい、どんどん使っちゃってください。あと11発ありますからね、はい、そして今映ってるここですね、気をつけてくださいね。気流が半端ないのでちょっと油断しないように。気流があると、この辺すごい流されますよね。気流があるとですね、はい、まあ、手元でちょっと空の感触を味わうことができるんですけど、空の手触り、手触りですね、手触りを味わうことができるんですが、このミッションにおいてはそんな余裕ないと思いますので。下本一生懸命喋るね。はい、あれ、あ、間違ってましたよ。間違ってない。来ました来ました。あー来た、進んだ。レオさん、ドッグファイトです。ドッグファイト来た。もう隙間、地面との間 は飛ばなくて大丈夫なんです。はい、そんなことはありません。そんなことないですか。よし、来たぞ、頑張るぞ。はい、ここからは撤退する味方部隊を救助していただきます。はい、いきなりもう自分の真後ろに飛んできましたけどね。そうですね、はい、味方が敵に襲われているんですね。だからそれを救ってほしいです。い
今助けるぞ。もう早速あの間に入ってきましたよ敵が。そうなんですね、いやらしい配置ですよね下本さん。はい、いやらしい配置させていただいております。そしてまた気流が吹き荒れてますね。吹き上げてますね。めちゃくちゃ、はい、気流見えますよねあれ。そうですね、目で見えるサインっていうのにこだわって作ってますんで。下本さん、これ雷落ちてますけどどうなんですか。はい、これですね、運が悪いと落雷します。あ、じゃあ占いができるわけですね。そうですね、今日の運勢落雷で占っていただきます。果たして落雷を見せられるのか生放送で。落雷はもう本当当たりに行くって無理ですよね。なんか当ててもらうしかない。そうですね、もう完全にランダムなんで、まあ、ただ、はい、発生している地域っていうのがありますので、その辺は避けた方が。うわ、なんかここすごい気流が、はい、ちなみに落雷受けますと一時的にこの計器類カット機能が狂いますので。そうなんですか。はい、今度は目で見て戦っていただく必要があります。そうですね、落雷受けてハットが狂っちゃうと、まあ、視界、ボクシーに頼る。で、雲の中でアイシング、視界が閉ざされたときは今度は計器類を頼りに戦っていただくと。あぶねぶね。まあ、そういうね、細かい進化がエースコンバットチームらしいよね。シャー、ビンゴ。いいですね、順調に味方を救出しておりますが。本当、デデオさん喋ってくんなくていいんですか。いや、すいません、喋れます。まずは次はあいつだ。デオさん、ここで雷に打たれると面白いですよ。ああ、雷。あ、今雷見えない。近くに落ちてますね。打たれると面白いですよ、デデオさん。持ってなさそうですね、今日の運勢は。雷めっちゃ近く落ちてますけど。そうですね。おかしいな、雷は雷。実際戦闘機に雷落ちると装甲が溶けたりとかビス飛んだりとか、ね、ビス飛んだりするらしいですね。そうなるんですか。あ、いや、ゲーム中はないですよ。実際の戦闘機は落雷するとあいつなんかすげえ飛び方してた、はい、よし。あ、風船だ、風船。風船かわいいよね。風船かわいいですね。河野お気に入りの風船っていうキャラクターいますので。あ、途中の無線が結構楽しいですね、これ。そうですね、そうですね、今ちょっと僕ら喋っちゃってますけど、本来は無線聞いていただいて、ストーリーを楽しんでいただきたいと思います。無線会話がすごい聞こえてくるんですよ。さあ、敵機がすごいところを飛び回っております。プーさんじゃないです、プーさんです。あー、ね、すごい近かった今。近かったけど、近かったけど撃たれなかった。雷そいつ落としましょう。おー、目の前雷でした。目の前雷ですが、ちょっと今、ありがとうございました。ありがとうございました。でも結構あれのんびりやってるとドッグファイトまでいけませんね、これ。そうですよ、時間的に。はい、どうでした、雲の中のドッグファイト。いや、すごい緊張しますね、あれ。緊張する、雲の中で、しかも雷がバンバン鳴ってて、はい、で、やっぱ風に流されるのが多分はい、見てるだけだとちょっと伝わりにくいかもしれないですけど、すごい風受けてるのが分かって。そうですね、空に手触りがあるっていうのがよく分かってもらえると思うんですよ。そうですね、いやー、ね、これはすごい。はい、どうしました。いや、でもなかなかこういったところの作り込みって結構導入するの大変だったんじゃないですか。そうですね、新しいエースコンバットを作るにあたって、まあ、今までのエースコンバットっていう部分は非常に大事にしながら、じゃあ新しい要素としては何をするっていう時に、まあ、何々システムとかっていうよりは、環境自体を一ランク上に上げてよ、上げていこうと思ったんですよ。なるほど。なので雲だったり落雷だったり、でそれをさりげなく自然現象でお客様、まあ、プレイヤーに伝えていくっていうような、あ、まあ、新しい空の改革、空の革新ということをやってきました。なるほど。まあ、さっきも雷に打たれようとして言ったけど、まあ、そういう時に限って来てくれないっていうのを人間が制御できない感じがすごい。そうですね、自然現象自体が、まあ、環境が、空がアップデートしているゲームだと思ってくれればいいと思います。なるほど、まあ、いろいろあれなんですね。まあ、ステージによって、まあ、今ミッション7やりましたけど、はい、ミッション6は地上広々としたマップですよね。ミッション6は大規模戦役と呼ばれている、ミッションでして、自分でどこから敵を倒していこうかというのを考えて戦っていただくことになります。それも遊べるんですか。はい、今回、6面と7面両方プレイできますので、はい、今のちょっと映像を見て難しそうだなと思ったら、ぜひ6面の方
こちらの大規模戦役の方にもチャレンジしていただきたいなと思います。そんなに時間あるんですか？あの2回並んでいただければあ、あれですね、一般日も2日ありますんで、土曜日に並んで、土曜日並んでいただいて、土曜6やって日曜日7あるその逆もいいですね、7先にやって6やるから、はい、いいですね。なるほど、まあ、他にもなんかどんな、そうですね、いろいろお伝えしたい情報はいっぱいあるんですけれども、はいはい、なんで俺が進行してるでも東京ゲームショーでもエースコンバットのステージあるんですよね。はい、ありますありますね。ちょっとそのあたり の、 あの告知とかも、はいはい、ではまず、商品の情報の下本から、はい、はい、今画面出ておりますね。はい、1月、来年ですね、プレイステーション4、Xbox One、1月17日に、発売させていただきます、はい、そして、Steam 版ですね、PC 版の方は2月1日の発売ということで、いろんなちょっと商品、ご用意しているんですけど、けれども、次いきますかね、はい、特典きた、特典情報ですね、はい、特典情報ということで、まずは、ですね、今回、プレイステーション4版のみですが、初回限定生産版ということで、コレクターズエディション、あのシールブックってのが気になるんですけど、そうです、これですね、限定デザインでして、ゲーム中のあるシーンを描いてるんですが、まあ、プレイしていただくとここかっていうのが分かるような仕組みになっていますの で、 あとこれブックレットって書いてますけどね、片渕監督の短編小説4本入ってますからね。マジですか。そうなんですよ、これはねすごい。でこれのちょっと詳細は23日の11時半からのバンダイナムコエンターテインメントブースのステージでいろいろ紹介させていただきたいと思いますので、なるほど、ぜひ見に来ていただきたいと思います。はい、はい、そして、今、非常に盛り上がっております。大沸騰中です。はい、PS4 版には早期購入特典として、エースコンバット5の移植版が、そして Xbox One には、エースコンバット6の下位互換版の方が、ついてきます。おお、すごい。てかこれもう単体で売った方が儲かるんじゃないですか。これね、いろんなことがありまして、早期購入特典だから実現しています。はい、あの、なので後ほど販売とかないんです。ないんですよ。なんで手に入れたい方はもう早期購入で手に入れていただくしかない。多分最初で最後のチャンスだよね。そうですね、いやもう今もうエースコンバット5やってもうバトルと対位の俺だとか聞こえてきたらもう僕泣きますよ。ありがとうございます絶対、はい、はい、そして、その他にも早期購入特典ございます。プレイアブル機体 F4E ファントム2ですね、こちらとあと歴代のシリーズから人気スキン3種、用意しておりますので。あ、いいですね、黄色の13、こちらの方もいい、ね、ご注目ください。はい、で、先ほど言いましたが、はい、来年の1月17日発売、はい、PC 版は2月1日というふうにやっております、はい、もう予約は始まってるんですよね。はい、一昨日から予約始めさせていただいております、はい、予約しないと、はい、そうですね、はい、実はですね、はい、僕らこの辺に出るにあたっていろいろ命令されておりまして、まずはですね、エースコンバットチームのですね、フライトジャケットが復刻されるんですよ。ですね、大丈夫ですか。復刻されますね。はい、あ、すごいですね。これ刺繍ですね。カラーが2種ありますね。黒とこのですね、私の着ているグリーンで、なるほど、違いはですね、グリーンの方はこちら、あのこっちか、かっこいいワッペンを、このワッペンウォールスタイじゃないですか大丈夫、剥がせます、ね、あの貼ったりできるこのマジックテープがついているのが緑ですね。ということは付け替えもできると。付け替えできます。付け替えができるんですよ。でこちらですね、ゲームのソフト と、同時購入いただくことでこのワッペン、手に入れることができます。そしてそれさ、さて、さらにですね、同時に復刻するものがもう一つあります、はい、これ皆さん喜んでもらえると思うんですけど、ラーズグリーズ隊のワッペン欲しいですよね。ラーズグリーズ隊、はい、来ました。ラーズグリーズ戻ってきちゃった。ラーズグリーズ隊のワッペンはい、はい、そしてそれだけじゃありませんよ。まだある、黄色中隊、はい、黄色13欲しいですね。はい、さらに皆さん大好きな、もう分かりますよね、はい、メビウス、メビウスですね。メビウスはエンゲージ来ちゃいましたね、はい、こちらのワッペンは3つセットで、販売となります。すごい。この、ジャケットとワッペン本日17時から、予約の方を始めさせていただきたいと思っております。今日の17時から、すごい、はい、
で、ですね、この得点、先ほどの、得点ですね、手に入れるには10月の29日までにご予約いただく必要がありますので、お忘れなくお願いいたします。はい、はい、こちらですね。いや、これ絶対欲しい、予約しよう。はい、そうですね。フライトジャケットサイズ S、M、L、XL 13,500円で、こちら、ワッペン3種セット、4,500円で、本日より、ご予約開始と。仕事はしましたけど、お願いいたします。はい、はい。まあ、ということで、まあ、最後に、まあ、そろそろお別れの時間が来たんですけど、はい、最後にステージをご覧の皆さんになんか一言ずついただければと思います。そうですね、12年ぶりのナンバリングをついに出すことができますので、はい、ぜひ試遊していただいて、思う存分楽しんでいただければと思ってます。はい、はい。今日はですね、難しそうなステージ、お見せしましたけれども、今回、これから初めて、エースコンバート遊んでいただく方にも、楽しんでいただける内容で作っておりますので、興味持っていただいた方、ぜひ、お手に取っていただければと思います。はい、はい、ありがとうございます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、で、この後も引き続き、ファミ通の TGS 生放送をお楽しみください。で、13時からは、この後ですね、アストロボットレスキューミッションっていう、この秋注目の PSVR 作品ですをお届けします。ぜひ皆さんも このまま見ていただければと思います。はい、じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しみにします。じゃあ皆さん、また